ウィリー・クラースは、ベルギーの政治家、社会党員。1994年10月17日から1995年10月20日まで、北、大西洋条約機構事務総長を務めた。1964年、故郷のハッセルとの市議会議員に当選。1968年、ベルギー会院議員に選出される。1972年、 ガストニエース県内閣の教育省として初入閣。1973年、エドモン・ルブルトン内閣の経済省に就任。第一次石油危機に採取エネルギー消費抑制策に手腕を発揮し、公共施設における暖房温度の規制や夜間の看板、ショーケースなどの照明の禁止に始まり、 高速道路の速度制限を時速100キロに設定したり、日曜の運転禁止などの対策をやつぎばやに打ち出した。1977年から1982年、及び1988年から1992年にかけても、レオ・ティンデマンス、マルク・エース県、ウィルフリート・マルテンス閣内閣において、経済省を務めた。その間、 1983年に国務大臣の称号を得ており、また第47次ベルギー会議会では議長を務めた。1992年にはヨーロッパ社会党党首に就任。また、第1次ジャンリュック・デ・ハーネ内閣の下で副首相権外務大臣を務めた。1994年外務大臣を辞しドイツのマンフレート。 ベルナーの後を受けて、ナトー事務総長に就任。しかし、経済省時代のベルギー国防軍のアグスタ社製、ヘリコプター購入をめぐる収賄容疑が明るみに出て、1995年10月20日、辞職。大臣の関わる事件であったためキ棄ンで審理されたが、1998年12月23日、執行猶予付きの懲役3年。 公職からの5年間の追放が言い渡された。しかし、2007年夏に、ベルギーが政治的困難に陥った際に、国王アルベール2世が状況打開のため居城に招集した国務大臣会議にも出席している。ありがとうございます。